西野正樹で西野正樹と申します。渡辺大輔さんです。子供の頃から憧れてたのってウルトラマン、ずっとフィギュアとかも全部持ってたのがウルトラマンで、じゃあそのまあよくある仮面ライダー、ウルトラマン、戦隊ものっていう3つのヒーローものがあるとしたら、一番憧れてたのはウルトラマン。ウルトラマン40周年記念作品、大先輩 A 型出たでしょ。おじいちゃんたちねおじいちゃんよ俺のもうヒーローのあの方々は、夏休みとか入るとなんかやってたのよ、ヒーロー特集みたいな。俺は夏休み入って絶対ウルトラマンを見てたの。あの再放送でね、記憶に残ってるのはもうウルトラマンの本とかフィギュア持ってたぐらいの記憶があるから、もうずっとウルトラマン。未来のオーディションを受けてる。そう、カメラマンさんとか監督さんとかが、彼はジョージがいいんじゃないか、俺は知らなかったもん。うわ、ウルトラマンに出るんだ俺、この世がなんかひっくり返ったようなぐらいの衝撃だった。